やあ、せつなきゅうすけだよ。次のシリーズ、記憶。夢見てるわ、夢見てるっていう、このゲーム、新しく実況していきたいと思います。次のシリーズってタイトルはあるけど、ゲームの説明欄見る限りじゃさ、次のシリーズのノウハウを引き継いどるけど、まあ、ストーリーは別みたいなんですよ。だから新しいゲームとして実況していくわけですが、まあ、この BGM ですよ。ほんと、次の日シリーズっぽい感じの BGM ですよ、この曲。よっしゃ、やっていこう。新しいストーリーですよ。まあ、当然ながら今回もホラーなんで、ホラーが好きな人、バンバン見ていこうぜ。おっと。おっ。次の日シリーズ伝統の横スクロールから始まりますか。これが主人公かな。なんか、イケメンっちゃイケメンやけど、なんか、ちょっと暗い印象があるような主人公やな、これ。おわっいきなり顔なしみたいな映画語られたんやけど、これ。なにこれ、センスない。おっと、制作、アイムシアン。なんでこのタイミングで制作者をアピールしてきたんだろう。わお、赤なってる。てか主人公、それに対して何の疑問も浮かんでない。ちょっとは反応するもんなんじゃないのか。テレビや。ってことは君の部屋か、これは。主人公、君の部屋か、これ。だとしたらさ、壁に飾ってあった顔なしの絵はさ、センスないけん、外しとった方がいいよ。モニターに赤い画面が映っている。めっちゃリアルやん。今のなんなん、今の特殊メイクした糸の友美みたいなやつは。こんなこと言ったらちょっと失礼やけど、めっちゃリアルになったよね。次の日の時はまだここまでじゃなかったと思う。ネットの海に投稿された謎の動画、タイトルは赤い糸の歌。それを聞いた者は画面に映る人魚に心を奪われてしまう。あ、これ人魚だったんだよ、さっきの板野友美。全国では失踪者が相次いでいる。俺には理由が分かっていた。お？みんな人魚に引き込まれたのだと。ネットの住民はこう不気味な動画の出るところを調べ始め、そして4つの場所が特定された。特定できるんかい、そんなあんな動画で。特定中パネスは怖えすわ。それは人形伝説などとは無縁の山奥の廃旅館。旅館か、わあ、いかにも怨霊とかいそうな感じがするやん。彼女はそこで死に、人々を夢の世界へ引きずり込んでいるのだ。旅館で死ね。浴場で足滑らして頭を打ったとか。おっと、セーブだ。夢見てる主人公の名前か。なんかイケメンやけどちょっと暗そうなイメージがあって、友達がいなさそうな感じがするよな。勝手な俺のイメージ。あとその髪型、絶対雑誌で真似ただろ、雑誌の真似ただろ。ねえ、お兄ちゃん。誰だ貴様は。まだ着かないの。
もうちょっとだろ、多分。こんな声で呼んどってよかったんだろうか。俺は夢見てる。今は亡き占い師夢見ミミコの子供だ。ミミコ、夢見ミミコって言った3回読んだらいい早口言葉になるんじゃないかっていう言葉やな。夢見ミミコ、夢見ミミ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 。母は強い霊感で霊の場所を見ることができ、人々を災いから遠ざけた。そして老いにもその力は受け継がれた。能力持ちの主人公なんじゃ今回は。俺は人魚を霊に引きずり込まれた人々を助けるために妹のルナと共に廃旅館へ向かっていた。地図だとこの辺りのはずなんだけどな。赤い糸の歌を聞いた失踪者たち、彼らは歌の魔力に魅了され、霊の見る夢へと引きずり込まれている。魅了されてない。はあ。人魚は霊となり、あの動画をネットの海へ流した。ってことは、人魚動画投稿したの人魚なん。人魚の動画を投稿したじゃなくて、人魚が投稿したんだよこれ。人魚 YouTuber なん。この人魚後にはブンブンハロー YouTube とか言い出すんじゃないだろうな。皆さん聞いてくださいよ。見ましたかこれ。人魚が YouTuber になる時代ですよ。すごい時代になりましたね。そして彼女の死んだ廃旅館へと人々を引きずり込んでいるのだ。にゃー、猫がいるよ。お、おい。わあ、不気味、目が不気味だよ。そんな目の猫いるわけないだろ。なんだ、この猫ちゃん変なもん拾って食ったなこれ。なんか病気がかってんじゃないのかこの目は。かわいいよ、お兄ちゃん。いや目がな、かわいいけど目がな。野良猫だろ。かわいい。怖がってないか。ねえ、正解ってうちで飼おうよ。お前すぐに飽きるだろ。絶対に面倒見るから。絶対に面倒見るからって言って面倒見なかった子供は大体8割ぐらいに上るんだぞ。おっ、なんでいきなり白黒になった。出た、ルナのわがままが。ルナは言い出したら聞かないからな。話を合わせた方がいいかな。名前はどうすんだ。それでさ、この女の子名前に吉宗とかつけたらどう。ちょっとセンスが、先生笑ってまうわこれ。ルナって名付けようと思うの。自分と同じ名前、これはまたセンス、すごいセンスだ。はっ、なぜ自分の名前をつける。ルナがいいよね。喋ったこの猫喋ったって、これ完全に女の子の声で喋ったほら、ルナがいいって。いや、今のお前だろ。あ、ルナちゃんがこの猫の声やったん今。紛らわしいな、やめろよ。ちょっと怖いからやめてよね。あ、ルナ、どこに行くの。待て、その先は危ないって。ルナー。なに、お兄ちゃん。お前じゃねえよ。お前じゃない。猫のルナだよ。入るかまで行ったら夢に取り込まれるぞ。そっか、大変だね。一言か、お前。お前の猫やろ、一言か、お前。お前、1分前のさ、ちゃんと世話するからさっていう言葉は何だったやん。追いかけよう。俺が受け継いだ夢見の家系の力、霊の作り出すこの世ではない場所へ入ることができた。ほう、亡き母夢見ミミコはそれを夢と呼んだ。霊の見る夢、
人魚のいる廃旅館もまた決し、死して見続けている夢の一部なのだ。なるほど、夢の世界での例の話みたいな感じなんやな。第一は人魚事件で、この人魚も例ってことか。お兄ちゃん、この先行って。あの廃旅館があるはずだ。あの動画で特定されてた場所だよね。さっきの猫ちゃん、向こうに行っちゃったね。早く追いかけないと。おっ、すごい神々しい体勢でこうやって見てるな。なんか神に取り憑かれたような感じで。いたよ、こっちに来い。うわぁ、なんだ今、なんだこのバッハみたいな髪型のやつは。中世ヨーロッパでピアニストやってましたみたいな感じのやつ。お、お兄ちゃん、今。今夢の中に引きずり込まれたな。引きずり込まれた。猫ちゃんも引きずり込まれちゃったの。ルナも入っちゃったな。どうしよう。この先に人魚の霊が作り出した廃旅館があるはずだ。一緒に行こう、ルナ。引きずり込まれた人たちを助けに行こう。うん。この時ルナちゃんは思っていた。ああ、あんなところ、そんなところに行きたくないな、早く帰ってプリキュア見たいなと。お、決定キーでライトのオンオフ、キャンセルキーでメニューを開けます。メニュー今回も開けるんじゃ。はあ、おっと、ライトやな。暗闇をライトで照らすことができます。オンオフすることで同行者の可愛い反応が見られます。なんだって、今だで言うたらルナちゃんやな。ルナちゃんの可愛い反応だって。オフケ、おお、もう一回オフ。ちゃんと声喋ってる、可愛い。しかもセリフのレパートリー多いな。何してるの？もうお兄ちゃんたら。すごい、これ幼女に対して愛が芽生えるな、このゲーム。何気にロリコン向けゲームだったか、これ。おい、ロリコンじゃないけど、行こうか。キャン、遠いだな。いやでも鳥ぐらいいるよ、こんなとこだから。今回失踪した人たちってどういう人たちなのかな。人魚の歌に魅了されるのは男性だけなんだ。男性だけなんじゃ。しかも魅了って言ったね、今。完全にさ、メロメロなんじゃ。メロメロ的な感じなんじゃ。人魚の歌って男の人にしか聞かないの。ああ、人魚の歌には男を魅了する魔力がある。魔力。整形という名の魔力か。歌を聴いた男は恋に落ち、人魚を探し求めるようになるんだ。童話だったら素敵な話なのに。これが現実だよ、ルーナちゃん。現実っていうのは相当醜いものなんだよ、実は、ルーナちゃん。おっと、来ましたね。この門をくぐった瞬間からやばいことが起きそうだ。ここだ。おっと、門の前に来てとうとう怖くなったか。年相応の反応だぞ、この野郎。ルナ、怖くないか。へい、平気だよ。お兄ちゃんが守ってくれるま。
危なくなったら逃げるんだぞ。ああ、よし入ろう。この入り口もすごいリアルな絵やな。おっとセーブだ。姫見ルナちゃん、ルナちゃんさ、なんか子役におりそうな顔しとんな。今小学生、小学校低学年ぐらいかな。おお、雰囲気がすごいね。こういう時計結構旅館とかにたびたびあるよね。宿泊名簿古っ、昭和31年だいたい50とか60年前の話。すごく昔だね。ここは人魚の霊が作り出した場所だ。夢を、霊の見る夢はその霊が体験した記憶に基づいてる。人魚は昭和31年に生きていたということか。今まで生きとったとしたらもうババアどこじゃないぞ。戦後の話なんじゃ、戦後に生きとった霊なんじゃ。そういうことだね。ふふ。アーカイブ、なんか意味あるんかなこれ持っとって。後々、まあいいや、住んでいこうか。わお、おっと二人無反応、こういうことには慣れているのか。おっ、キャー、空き缶、空き缶だよルナ、今お前が蹴ったんだ。自分で蹴ったんかい。か、かん、脅かさないでよ。自爆だよ、こっちのセリフだよ。こういうちょっとした面白いこともあるんです、ホラーゲーム。おっ、人や、女の子や。あ、こんなところで女の子に遭遇するとは。お兄ちゃん、誰かいるよ。おお、あ、どうした？行っちゃった、逃げられた。え、なんなん、こっちと話したらあかんような理由でもあるんか。ねえお兄ちゃん、失踪した人って男の人だけだよね。そういえばそうじゃ、女の人が来とうってことは心霊スポットとして来たパターンかな。だとしたら大人数で来そうなものの一人ってことは罰ゲームだな。なんかの罰ゲームで一人ここ刺されたんだな。そうだな。じゃあ、あの女の人って誰なの？さあ、俺にはわからないよ。それはわかるわけないだろう。よし、じゃあ進もう。けど女の人が来たってことはさ、もしかしたらテル君と同じような能力を持った人ってこともありえるんか。何にせよさ、人魚に引き込まれたわけではないと。何かあるな。おお、待ってるやん、もう完全にこっち待ってるやん、あんた。こっちのこと気になってましたやん。あって言うて逃げた割にはちょっと気になってるパターンやん。ちょっとあら、やだ、イケメンみたいな感じなのが。確かにテレ君はイケメンだよ。まあでもね、次のパートに持ち越そうか、この女の子との話は。多分ぶつかったら話すんだろうけど。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。このゲーム、雰囲気で押してくるタイプのゲームだね。結構イラストとかがリアルやしさ、BGM とかと相まってさ、まだちょっと脅かし要素とかは来てないけどさ、何かしらえらいことが起きるんじゃないかなっては思っております。